将来の目標は、今までサッカーに、6歳からサッカーに携わってきまして、将来は、サッカーに関わる仕事 をしたいと思ってますし、まあ、近い目標はやっぱもう一度30歳ですけど、もう一度やっぱり高いレベル、J リーグとかでやってみたいです。そして、まあ、僕の憧れの人でもあるラモスさんやジョージさん、まあ、そして今回出会った平岡さんの下で、J という舞台でぜひプレーしたいなと思ってます。そのためにはもっともっと一生懸命プレーして、レベルアップをして誘われるように頑張っていきたいと思います。サポーターの、皆さんに、皆さんの声援が僕ら選手の励みになっています。これからも会場で大きな声援をよろしくお願いします。